で、マジ、まず撮影やめてください、マジで。ちょっと切れてるじゃん。外でやるのって結構珍しいな、ちょっと恥ずかしいです、はい、前回クラブの皆さんの春季さんと伯爵さんとコラボさせていただいたんですけど、春季さんにこの間飲み誘ってくださいよって言ってたんで誘ったんですよ。で誘ったら OK って言われたんですけど、さっきドタキャンの LINE 来てちょっとアフター入っちゃって行けないですみたいな。で、春季さんがそのアフターしてるところにジャックが行って、春季さん怒るかどうか、やっぱホストさんの仕事中じゃん、それは、そこに突撃して怒るかどうかっていう検証をしてみたいなと思います。シンクさん優しいから多分怒んないと思うんだよね。まあさすがに何かあってヤバそうだなと思ったら僕止めに入りますよ。あの、その辺のカードドッキリ行ってきてよ。はい、一応行くとこまで行くから、こうね、カメラをフェスマリュウじゃないですか、フェスマリュウスタイルでコラボレーションお願いします、あなたのこと愛してます、こんな感じでね。じゃあ行ってきます。俺じゃあちょっとこっそり撮っときます。あ、そうです。シュルさん。何やってるんですか？アフターっすか？ああ、まあ、アフターっすよね。いや、いいなぁ。ジャックさんか。あ、はじめまして。ジャックです。YouTuber さん。はい、YouTuber やってます。どこ行くんですか？これからちょっとバーかどっか行こうかなと思って。飲み断ったのに、女の子だったら行くんですか？うわぁ。やっぱり優先順位はやっぱり女性。あ、まあまあまあ。めっちゃでかいじゃないですか。そうなんですよね。いいなぁ。何買ったんすか？オルナミンチ買ったんす。あれじゃないですか？これがちょっと性欲つけようと思って。スゴジュウじゃないですか？スゴジュウじゃないですか？スゴジュウじゃないです。オルナミンチ何買ったんすか？ウフ。うわぁ、神父さんやってますね。やってますね。え、触っていいですか、ちょっと。それはちょっとダメ。ダメですか？いいじゃないですか。ちょっといいじゃないですか、ちょっと。さすがにダメです。この後、あれですよね。ホテル行くんですよね。それちょっとわかんないですね。ご想像にお任せします。でもなんか、神父さんいつも行ってるって聞いてるんですけど。やっぱ、かっこいいんで、やっぱ、女、耐えないですよね。いや、行ってないですよ。行ってないんですか？ちょっと、あんま変な話するのやめてください。楽しみがね。あ、そうですよ、そうですよ。でも、かわいいし、羨ましいっすね。なんすか、これ、なんの企画っすか？なんすか、全然あの企画とかじゃないっすよ。企画じゃなくて、カメラ回してるのはなんすか？あ、ちょっとあの、撮影で。撮影なんすね。はい。シンプさんかっこいいんで。しかも、アイ傘して。いいっすね。こっからもコンプラなんで。ちょっと、あの、代わりに、こう、なんか、いいっすか？いや、ちょっと、撮影、いや、マジで、本当に、撮影、ちょっと待って。ちょ、シンプさん、だっていいじゃないですか、そういうなんか。いつもこういうことやってるんですよ。いやいや、やってないですよ。彼女だけ。彼女だけ。あ、いや、さしてください。さしてください。いやいや、マジで。本当に。いや、マジで。何さしてください。本当に。いや、マジで。ちょっと待って。一回カメラ消してください。いや、ガチで。本当にこれはないです。マジで。あ、マジで。さすがにないんで。ダメですか？ガチでやめてください。本当に。撮影、まあ、これ消すんで。消すんで。じゃあ、今消してください、マジで。今、見ますか？マジで消してください。怒ってか、怒ってますよ。いやいや、普通に考えて、いや、怒るでしょ。いや、ノリっすよ。いや、ノリだからってやっていいことと悪いことあるじゃないですか。いや、マジでダメっすよ。マジで、ちょっと待ってください。ちょっと一回、ちょっと店来てもらっていいですか？なんでですか？さすがにそれは、どうするんですか、はい、これで女の子と仲悪くなったら。いや、大丈夫っすよね。ちょっと待ってください。一応、YouTube のノリなんで、そんな怒んなくてもいいじゃないですか。あ、お疲れ様っす。ちょっと今、いろいろあって、まあさすがに何かあってヤバそうだなと思ったら僕止めに入りますよ。あの、その辺のちゃんとドッキリ言ってきてよ。はい、ちょっといろいろあって、はいはいはい、ちょっと僕の女の子にすごい絡み方されたんで。テントまあさすがに何かあってヤバそうだなと思ったら僕止めに入りますよ。テント察しろよ、察しろよ。あいつガチで切れてるじゃん。ないなって思う。やば、こっち向いてる。この助けに来いの合図なのか。俺はでも助けりゃいかない。ありがとうございます。おかしいな。じゃあまた飲みましょう。あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK。 シュさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっと撮ってもいいですか？あ、なんですか？ちょっと軽くお話できたらなみたいな。大丈夫ですよ。いいですか？なんですか？やばい内容ですか？いや、全然やばくないです。あ、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。なんかあの、ジャックが最近仲良くしてるじゃないですか。はい、
で、なんか今度しゅんぴさんにドッキリ仕掛けに行くみたいな話をちょっとそうジャックと僕が打ち合わせしてるんですよ、はいはい、逆にしゅんぴさんと僕で逆ドッキリ仕掛けてやろうかな。やりましょうやりましょう。内容はジャックが、はい、あのしゅんぴさんが女の子と歩いてるとこを見つけたらそこに突撃しに行くみたいな。じゃ急に来るってことですね。そうっす、僕が女の子と歩いてて急に来るってことです。了解です。それを逆にしゅんぴさんがちょっと本気で怒って、はいはいはい、もう店連れてっちゃうみたいな。はい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 、はい、でちょっとバチバチに従業員と一緒に詰めちゃうみたいな。はいはい、あいいっすよ。ずーやりましょう。だからなんかちょっと女の子と予定ある日あったら教えてください僕に。あ、了解です。したら僕あのジャックにそれ言って撮影するんで。了解です。というわけで、はい、あの逆ドッキリ仕掛けていきたいと思います。察しろよ、察しろよ。あいつちょっとマジでかいですよね。本当ですか。いや、めっちゃ嬉しい。マジでかいですよこれ。嬉しい。あ、ちょっと触っていいですか。ちょっと触っていいですか。いいよいいよ。いい加減にしろっつうの。100万円100万円です。この100万円を使ったマジで何やってたの。いやマジでふざけないでしょ。いやマジで100万円企画で使います。ネタだからってやっていいこと悪いとマジであるんで。いやマジでマジで撮影やめてください。マジでいやまあまあいいじゃないですか。いやマジで本当に、いやマジで本当にありえないです、まあ、カメラ壊れちゃうんで。いやマジで、はい、マジで一回話しましょう。一回話しましょうよ。店で一回話しましょう。ここじゃダメですか。いやいや一回話しましょう。ちょっとこう雨も降ってんで、はい、一回店来てください。一回行きます。はい、はい、売り上げに出てくる内容なんですよ。女の子と揉めます。じゃ月、200万稼ぎます、その女の子が切れるじゃないですか月、はい、1年続くとするじゃないですか、はい、その子がじゃあ月200使うとして、はい、1年で言えば2400万使うわけじゃないですか、はい、でその売り上げが減るって考えた時の損失ってやばいわけですよ、はい、ホストに対してそれってやっちゃ絶対いけないことじゃないですか。つうかまずじゃマスク取ってもらっていいですか。こんな真剣な話してるのになんでマスクつけてるんですか。あ、カメですか。はい、まあそうっすね。さすがに、はい、いや、それいや、どう責任取るのかなと思って。あれで一緒に撮影したじゃないですか、はい、まあネタだったんで。いや、ネタでもさすがにあれで女の子すっげー嫌がったじゃないですか。いや、その今日のじゃあ打ち合わせありましたかって話なんです。逆ドッキリ仕掛けてやろうかな。やりましょうやりましょう。やろうかな。やりましょうやりましょう。まあ、今急に来たわけじゃないですか、まあまあ、ネタって言っても。だから生を見たかったんですよね。怒るかなみたいな。いやいやいや、それは怒れるじゃん。まあ、ぶっちゃけですよ。ぶっちゃけ、しゅんぴさんが怒るかなと思って回してたんですよ。やばい。はい、そういうドッキリだったんですよ。まあ、それもう実際そうですよ、はい。そうですけど、女の子とか僕には伝わってないじゃないですか。はい、いや、僕にはいいかもしれないですよ。はい、女の子が超嫌がってる。じゃないですか。マジでかいっすよこれ。嬉しい嬉しい。もともとその企画をまず提示していかないとダメじゃないですか。まあそうですね。そうですね。はい。はい、今ねジャックがねめちゃくちゃね怒られてます。まあでもやっぱドッキリで生撮りたかったんで、まあこういう形にはなっちゃったんですけど。どうしてもスージャーこの後女の子と切れたら、まあちょっと切れないように僕の方からも話して。って感じですかね。ちょっとこの後の話ちょっと伯爵とも話してみるんでちょっと待っててもらっていいですか、はい、めっちゃ怒ってるじゃん。あ、おはようございます。どうしたんすか。あ、お疲れです。ちょっとあの YouTube の撮影でしゅんぴさんの生撮影もしてたんです。はいはいはい。まあ、そこで、まあ、しゅんぴさんがどこまでやったら怒るかなっていうドッキリ企画をやってたんですけど、
なるほど、はい、ちょっと主義さん怒っちゃってて。いや、怒るんですよ。いや、怒んないですか。逆にこんなんなって、きついっすね。やっちゃいけないっすよ、やっぱホストに。それはやったらご法度じゃないですか。まあ、そこを、まあ、ご法度なんてドッキリいけるかなと思ったんですよね。やっぱそういうとこ見たいじゃないですか、視聴者さんって。まあでも YouTube なんて結構ね、こう言っちゃあれですけど、やらせっていうか、はい、ね、設定ありきでこう、あれが嫌だったんですよ。その設定が、やらせが嫌だったんで、結構ガチで行ったんですよ、何も言わずに。お客さんにね、ちょっとなんかやられる、こちらサイドやられる分には全然いいんですけど、はい、お客さんにね、やられるとね。いや、さすがにないっすよ、うん、いや、あの状態、いや、伯爵だったら、伯爵でも切れ、これ誰でも切れると思うんですよ、普通に。もうね、なんで、はい、こうして、やばい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 、めっちゃ怒って、めっちゃ怒ってます。初めて、なんかすいませんでした。まあ、まあ、どういう状況だったか見てないから本当に何とも言えないんだけど、はい、もう怒ってて分かってきたから。ちょっとなんか思ってた以上に怒ったんで、うん、初めてぐらいの勢いで、はい、俺もびっくりして。普段仲いいんでなんか怒んないと思ったんですよね、うん、はい、いやでもまあお客さんありきだとね、はい、やっぱ俺でも怒るっすよ。あ、そうっすね、うん、いや、めっちゃ怒ってたんで、どうするのがいいですかね。じゃあ、ネタバラシしに行きますか。行きますか。はい、じゃあお願いします。行きますか。行きましょう。やってると思ってる。キレどう切れようかちょっと迷ってます。確かに。やっぱそうっすよね。あのくらいじゃ、待って、カメつけていい。カメつけていい。ああ、いいっすよ。マジか、やってんだわ。結構あのグラス離れた時に、あ、これガチで怒ってる。俺も知ってたけど、超びっくりした。超びっくりした。俺それ聞いてなかった。グラス割れたって。じゃあ何やってんすか。俺多分失望した。逆だったみたいな、はい、やってるわ。まだ YouTube 始めたろうと思ったら、普通のドッキリやって、はい、それで成功みたいな感じじゃん。あ、まあ、ここの今日の MVP はここですね。その企画を考えた天国の MVP です。お前が考えた。うわ、逆ドッキリしたのに表情は分からんけど、あんまり意味ない。マジかカメラあんのとかに。カメラですか。 ありますよ。こっちっすね、ちゃんと。うわー、あるわー。あれ、よく隠したね。すっごっ。まあ、このカメラ、はい、買った。まあ、ちょっと100万の経験あるんで。こんなちっちゃいカメラ、どこで買った。あの、ビックロで買いました。ドッキリやめてくれよ、経費。やめろ。大成功、これ。はい、大成功。大成功。イエーイ。ホスト怖っ。ナンバークラスの2人がこのドッキリのために。八尺さんじゃあもともといたってことですか。もともと裏でね、スタンバットね。いやー、怖いわ。すげえ企画じゃん、これ。ありがとうございます。そんな、もう褒めてもらえるなんて。あー、でもよかった。僕も裏行って一瞬にこうやって混ざってガシャンってやった後に、はい、二人でイエーイって言ってました。あ、バルノもあれだったんですか。バルノも、あれ僕が買ってきた、あのキャンドゥで買ってきたグラスです。そこまでしょうね。バルノ買ってくれたんですか。そうです、買いました。うわー、いや、怖っ。